お、ウエスタンリバー鉄道、その真上を飛んでおります。いいね、いいね。まずこちらにあるのがパネルレール。好きな形に道を組み替えて遊ぶことができるおもちゃだね。道を短くしたり、どうしようか。ここクロスね、これクロス。クロスをどこに入れよう。ここクロスに変えちゃおうか。ね、変えたり。うん。とても面白いね。このミッキーバスもとってもよくできててかわいい。後ろの車輪が電池で回って走ってます。このレールはこっちから走るとこう行って、逆にこっちから走るとこっちの道を通るみたいな感じなので、逆向きにも走らせてみましょう。そうすると違う道をね、走るんだね。すごいね。そしてこの手書き感満載の道路がまたいいですね。うん、かわいいかわいい。すごいね。
い、続きましてはスリンキードッグ、ウェスタンリバー鉄道です。かわいいね、かわいい SL が走ってます。スリンキードッグの中走るんだね。うん、線路も緑でとってもかわいい。はい、トイストーリーのウェスタンリバー鉄道どうでしょう。めっちゃかわいいね、黄色に金、いいね、え、柄がまた可愛くて、ここにも人がいっぱい乗ってそうだね。すごい、プーさんのトミカもめっちゃ可愛い。すごいね、これは欲しくなっちゃうね。うん、ハチさんが止まってて、蜜の壺僕と一緒にハチミツ食べよダメか、僕と一緒にハチミツ食べよ。うん、ちょっと似てないかな、まだダメだね、修行が足りないねはい、グー、うん、さあ、ウッディはどこにいるでしょう突然クイズねえ、ウッディどこにいるかな、いるかな、わかるかな、いるかな、いるかな、じゃん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 、あ、まあもちろんディズニーシーエレクトリックレールウェイのウッディもそうなんだけど、トトトトトトタッ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 、ウッディいるかな、ウッディ、あ、見つけた、見つけた、みんな見つけたウッディね、ちょっと目つき怖いけど、ウッディでーす。はい、続いてディズニーシーエレクトリックレールウェイ、もうこのウッディ見ちゃうとディズニーシー行きたくなっちゃうね。うん、トイストーリーマニアって書いてますね。うん、ね、かっこいい。この電車がなんといってもまたプラレールにはない形ですね。うん、とってもいいと思います、ね、かっこいい、かわいい。ずっと眺めてたいね
そして向こうに見えるのはモータートミカのミッキーバスですね。すごいかわいい。ちょこちょこっと走ってね。もうちょっとゆっくりでもいいかもしれないけどとてもかわいい。お、何やらエイリアンたちが密会してますね。うわ、かわいいエイリアン。あ、ひょっとしてこれ遊べるんじゃない？これくる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 そしてこれはウィン、いらっしゃいませ。ウィン、ありがとうございました。ウィン、いらっしゃいませ。ウィン、ありがとうございました。面白いね。このおもちゃはトイストリートミカのピザプラネットトラックっていうおもちゃだね。遠くに見えるのはディズニーのキャリアカーだね。キャリアカー4台つながってるね。ウィーン、ディズニーモータース。でではい、一つ目のコンテナ、2つ目のコンテナ、3つ目、4つ目、すごいね、これ。逆から見ると、あ、バズの絵がかっこいい。ドナルドちゃん。はい。これをそれぞれ分解すると、はい、連結が外れて、コンテナも外れますと。で、ミッキーさんだけ2つジーンとね。で、このコンテナパカパカいろんなもの詰めます。そしてこの白い台車にはドナルドさん、パカパカこれもいろんなもの入れられます。とそしてドナルドさんの先頭車両なんだトラックに乗せて運びます。めっちゃかわいいね。うん、はい。そしてバズの車、かわいい、はい、黄色い台車にバズのコンテナガシャッと乗せてガチャッとはめれば、はい、バズのコンテナカーですね。で、バズだけはデザインもかっこいいけど、これ前パカーンと開いて、しかもこれザーッと、はい、ここに多分こうトミカ置いたりしてしまうことができます。大きいトミカダメだけど、ちっちゃめのトミカいけます。すごいね、ガチャンと。さらにこのコンテナ、はい、コンテナ同士スタック積み上げることができます。これすごいね。はい、3段4段もう4段目見えないか。4段積み上げたり、本格的なコンテナですね。すごいねトイストーリーの仲間がいっぱいだね。レックスこれかわいいね。
ディズニーランドに行ったら一回は乗りたくなっちゃうカートだね、これね。こんなのまでよくできてるね。で、ウッディが乗っちゃうラジコンだね、これ。ウッディ乗せてみよう。てん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 。はい、ウッディ乗りました。このウッディ結構クールだね、お顔がね。かわいいね。で、ウッディの車。ディズニーリゾートラインかな？リゾートライナー？うん。モノレールですね、モノレール。もう一つ先頭車両があると。こっちにも良かったけど、さすがに持ってないな、二つは。お！木馬のおもちゃもありますね。これもトイストーリーだね。ペペペペペペーと。すごい可愛いね、これ。はい、女の子の人形もあります。ね、ここに乗ったりもできますよ。パカンと。ヒヒー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 ディズニーランド一周するぞってねすごいね。ウエスタンリバー鉄道にお人形さんを乗せてみようか。はい、ウエスタンリバー鉄道乗ることができましたね。これウッディもみんな乗せちゃおうか。はい、ジェシーにウッディにハグベア全員乗り込めましたね。これで走らせてみよう。うわー、楽しい。うわー、楽しいなー、楽しいなうわー、これはディズニーっぽくなったね。うわー、これ人が乗るだけですごく楽しいね、賑やかになるね。ウッディも大満足です。そういえばバズを見てないね。バズ、バズいるかな。バズ、あそこに大きなバズの宇宙船がありますが、ここにはバズはいない。あ、グリーンアーミーメン。グリーンに隠れてますね。バズ、バズ、どこだバズ。お、てんててーん。いましたね、バズ。机の上。アンディの机の上にいました。なんとこれバズの宇宙船トミカ。走ります走ります、これね、すごい。で、パカッと開いて、宇宙の彼方へ最高。かっこいい。スペースレンジャーですね。うんうん、いいいい。じゃーん。はい、ディズニー上空を飛んでおります。ディズニー上空を飛んでおります。お、ウエスタンリバー鉄道その真上を飛んでおります。いいねいいね、いいよいいよ。ウッディと一緒に飛んでますね。ビャーン、ビャーン、よっしゃ乗った。あ、落ちる、落ちた。くー、はい、バズもいましたね。他に気になるものは？やっぱりグリーンアーミーメン気になりますね。気になりますね。動いてますね、微妙にね、ちょいちょい。はい、登場してもらいましょうか。グリーンアーミーメンさん。はい、来てくださいました。かっこいいね、このトラック？ジープ？ねえ、これ窓ぴょん、あら、あ、グリーンアーミーメンさんが足が短い。大丈夫か。うわー、ちっちゃいよ。でも顔動くんだよね、顔。お手てもね、
すごいね。ブルーズアイに乗ってもらいましょうか。はい、それではこの足が短いグリーンアミーメンさん、ブルーズアイに無事乗ることができるんでしょうか。じゃか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 じゃじゃん、乗れました。足が届かないよ、足が届かない。でも乗れた、すごいね、乗れましたよ。ではせっかくなのでバズの車にトミカ積んでみましょう。ガチャンガチャン、うーん、ガチャン。あー、ハムはちょっと出っ張っちゃうね。これはダメだね。ハム押してもらえるかな、これ。おハム早い、ハム早い、押してもらってる。これ面白いね。そうか、押してもらえるのか。はい、ダンボ、めっちゃ重いっす、これ。めっちゃ重い、本当に重い。頑張れ。うわ、すごい力だね、モーター。さすがに無理か。あー、頑張れ頑張れ頑張れ。ちょっと重いね、やっぱりね。ウッディのラジコン、ディズニーの車、はい、なぜかスケートボード、そしてグリーンアーミーメンの車、これ多分ギリセーフじゃないかな。そしてグリーンアーミーメン。グリーンアーミーメンね、うん、おえーん、ガチャッ。素晴らしい、素晴らしいね、すごいすごい。あー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 、バズにフライングしてもらいましょう。バズ、せっかくロケットなのでアンディの机から一気にダイブ。もうわかるね、これね。はい、3、2、1、ゴー。面白いね、これね。じゃーん、じゃーん。スリンキーの、スリンキードッグのお尻、お尻側あんまり見てないね。はい、お尻側こんな感じになってます。かわいいね、お尻もね。ウッディの裏、裏見たい？ウッディの裏。はい、ウッディの裏、何もないね。普通、普通、すごく普通。おや、こんなところにブリキのおもちゃが。はい、ブリキのディズニーリゾートラインありました。ゼンマイ巻いてみましょうか。さあ、走れ。おお、走る走る。段差は苦手だが走れ。もう古いおもちゃだからあんまり走らないのか、それとも畳が滑るのか。あー、走った走った走った、頑張れ頑張れ。それと最初からちょっと気になってたミッキーバスですね。これ今回ミッキーバス多めですね。これはこう勢いつけたらビーッ走るやつですね。後ろのライトがミッキーのライトになってますね。隠れミッキー、隠れてないか。いいね。いや、でもこのウェスタンリバー鉄道とエレクトリックレールウェイ、この2つとてもいいですね。この2つがあるだけでとてもディズニーっぽさが出ますね。そしてなんといっても高架レールで上走ってるのがいいね、これね。こっちは緑のレールですごく雰囲気あるし、
この2つとてもいいです。で、何気にモータートミカもヤシの木がすごくいい感じですねいや、ちょっとこのレールパズル組み替えてみようかな。もうあとこのパズルいい感じにはまるんですよね。お、こうすれば正方形収まるね。すごいすごい。うん、このコースもいいね。こっち来るときはここぐらっと回るしね。向こう行くときはあっさり向こうに通過していくみたいな。うん、いや、このレールはよくできてる。すごいかわいいプクプクってね、ちょっとプルプルって震える最後に乗ってる姿、ウエスタンリバー鉄道乗ってる姿ね、これが一番良かったな、今回な。うん、いや素晴らしい。あ、クマさんが、クマさんがねんねんしてるディズニーのおもちゃで遊んでみました。皆さんいかがだったでしょうか。楽しかった。うん、楽しいね。またこんな感じでいろいろなおもちゃで遊んでいこうと思います。それではまたね、バイバイ。